よし、じゃあ全国800万人のストリートファイターファンの皆様こんばんはと。ストリートファイターである以上、ゲームのジャンルにこだわっている場合ではないと。さまざまなゲームで、強くなければストリートファイターとして認めることはできないというわけで、ストリートファイターカーニバルにはこのようなヘンテコゲームが、入っております。種目として、ハトトリックヒーロー初代のね、またの名をストリートファイターサッカーとなっております。通常のサッカーで対戦するんですけど、はい、このゲームはファールにつき 0.5 点僕たちで、上乗せで点数を入れようかなと思ってます。はい、ファールとサッカー、掛け合わせたストリートファイターサッカーというような形になってますので、どんどんファール奪っていきましょうね。はい、というわけで、ゼロ回戦、モサーリ君とヒマジン選手ですかね。あ、違う、ババアですね。ババ君とモサリ、ババモサリですね。じゃあババ君とモサリ、試合の方早速お願いします。これフリープレイとかあるんですかね。ないです。ないですか。あの同キャラはできないので、じゃんけんでチーム分けてくださいね。じゃあババ君とモサリ君ですね。ババ君いますか。ババ君、高田のババ、ババサッカー。あれ、ババさんいない。ババさんいない。あれいない。じゃあ先にゼロ回戦やっちゃうか。飛ばしますか。飛ばします。じゃあ、じゃあ浜子竹やん。じゃあ浜子と竹やん、じゃあ先に行きましょう。どっちでもいい。チームがアルゼンチンとブラジルですね。はい、じゃあ竹やんがブラジルですね。あ、ババさんいた。じゃあ次ババさんお願いします。じゃあ行きますよ。第51戦ストリートファイターサッカー大会始めたいと思います。イエーイ。まあ、これも格闘ゲームですからね。ええ、格闘ですね。1P 側は浜子、2P 側は竹やん。さあ、いろいろ技揃ってますよ。タイガーにスライディングパンチ、おっと、いきなり、いい膝入りましたね。今あれです、竹やんが今 0.5 ポイント獲得したという状況でしょうか。おっと、サッカーやってるぞ浜子さん。おっと、ミサイルキック、タイガーにが刺さる。審判に見えるようにやんないと、やんないとダメですよ。ああ、これで 0.5 点返した。同点となっている。さあ、あと審判にやっちゃう、審判やっちゃうっていうのも手ですね。はい、さあどうでしょうか。さあここはキーパーがしっかりボールを守っていく森崎。さあ、おっとダウン奪う。審判見てない。審判見てませんでしたね今。さあ今同点ですね。0.5 対 0.5 点ということで。さあ大味なサッカー、完全に勝利サッカーですよこれ。さあ竹谷がボールをキープ、そしてゴールキック。ああ、袖車大技出ましたよ。袖車出ましたね。大技行きましたね、今じゃあ竹谷が1点リードと、1点ビハインドとなっている感じでしょうか。1点対 0.5 点ですね。1対 0.5、さあふわっとが出るので、そうですね、そこでファールの数を競い合いますか。じゃあ、あ、残り59秒58秒。さあこれは浜子さん、ちょっと1点取り返したいですね。さあセンタリングラッシュと取られた、正面だった。あれキーパーもあの地味にパンチが打てます。覚えておくといいと思います。さあ竹谷のボールセンタリング、ここは抑える。さあキーパー、ここでキーパーに追い打ちできたら熱かったですね。熱かったですけどね。さあここでワンピー、あの浜子さん頑張って、オーバーヘッドでつないだ。ダメだった、惜しかった。あ、残り30秒で完全に小学生のサッカーのような状況になっている。さあどうだ。さあ浜子がここはスローイング、取られてしまう。竹谷ボール投げて中央からパスをつないでスライディング、こかされている。さあ返した、オーバーヘッド、雑なサッカーだな本当に、雑すぎる。あー、ダメだ、惜しい。ファミコン版だったら入ってましたね今ね。ファミコンのサッカーだったら入ってました今。危ない。さあなんだそのパスは、オーバーヘッドパス、雑だなぁ。さあここでボールをキープ、残り6秒5秒、時間がないぞ。さあ浜子がああ、完全に鳥かご状態。さあどうだ、これは竹やん、竹やん勝ったか。ファウルの回数を見てみましょうか。あ、ちょっとタイマー飛ばしてください。タイマーを飛ばして、さあどうだ、ファウル2回。あ、浜子さんがファウル2回だ。ということで浜子勝利、お見事。いやー、しょうもないサッカーですね。そう。じゃあ次、ババ君とモサリ選手、じゃあじゃんけんしてチームを分けて試合を進めてください。以上、お分かりいただけましたでしょうか。これがストリートファイターサッカーになっております。点が入らないゲームなんでね、どんどんファールで、点稼いでください。よろしくお願いします。ワンピーがモサリ、ツーピーがババ。
あの同キャラはやらないようにね、ブラジルとイタリアですね。すごい絵だね、しかしこれ リーダーを選ぶんですか、これ、リーダーを選ぶ、リーダーは誰だということで、すごいドット絵ですね。さあまずはワンピーがモサリ後ろにパスして、そして前へ戦略的にパスを流していく感じでしょうか。さあババ危ない、危なかった。ここはしっかり普通にサッカーしてますね、普通にサッカー。あー袖車出ましたね、最後に投げが入るんですね、あれね、かっこいいですよね。というわけで今モサリが 0.5 ポイントですかね。あー早速タイガーにモサリが1ポイント。さあ返していく、おっと蹴り、相手にボールを当てていくスタイル。これあれ、あの川浜高校スタイルで相手にボールを当てて、これで馬場君が返す、相手にボールを当ててから当てて、リバウンドを利用する。さあスルースローイン 2P。 さあここで馬場君がパス回し、さあサッカーをすりに行くか、ここはあえてサッカー、あえてのサッカーなのか、ジャンプセンタリング、つないで取られる、あいやいらない、いやー入らないですね、あんなに大きいのにね、ゴール。さあモサリが今度は相手に当てていく、相手に当てて相手を動かす、どんなサッカーやれ。さあさあチレチレとゴールキック。いやもうモサリユニフォームの色から川浜高校ですね、川浜高校、あの、ライジングサンの、ライジングサンですね、なんとかなんとかクリーニングが丸焼けだみたいなあの感じですよね。さあどうだ、あーダメ、ここはこれちょっとファウルの回数がちょっと気になるところですが、残り40秒何としても1点取りたいところ、1点は欲しいよね。ライジングさんダメなのか、キーパーほんと強いですから ね、 そうですね、このゲーム悪の大きいが来ちゃいますね、これで、危ない危ない、さあつないだ、つないだ、ダメ取られる、モサリ、いやダメだ、相手にパスしてババが攻める、あゴール前、ゴール前、あモサリ、なんだ今の今モサリやばい、危ねない自殺点自殺点待った話でしたね今ね、すごいですねこのキーパーの硬さが、完全に若林レベル。さあ森崎はいないのか、森崎は、さあパスをつないでいく、ババが攻める、完全、あここはした、あスローイン、残り4秒、さあこれはもうファール勝負になりそうですね。ああーどうだ、通らない、さあじゃあファール勝負、判定に入ります。さあそのタイムアウト飛ばして、ワンピーが2、ツーピーが1ということで、モサリ勝利、お見事。じゃあ野外つかめん対シンゴお願いします。さあ今日も放たれる、タイガーバズーカー、あじゃねえや、タイガーに、ストリートファイターサッカーとなっております。この顔がいいよね本当に味のある、なんだろうね、得意なシュートとかあるんじゃないの、知らない、全然知らないです。これ後の方だとなんかプレイヤーの性能、ああいきなり割る、いきなり 2P 有利、 2P 有利、いきなりファウル、シンゴが取っていく、 0.5 点、リーダーがボール持つとここに顔が出るんですけど、それが面白いんだよね、なんか疲れてくると顔が変わるんですよ、一時芸が細かい、スタミナ的な扱いで、そうなんですよね、芸が細かいんですよ、これでビカビカするのが面白くて、なんでお前ビカビカしてんだ、ああ返した、慎吾パス回し、ゴール前、あサッカーやってる、センタリングあこかした、あパンチ、パンチ入った、パンチ、いいパンチ入った、いいパンチ入りましたね、これで慎吾ファールの回数を稼いでいく感じでしょうか。さあパス回ししていく、矢がつかめ、ビカビカしてるよ、ビカビカ、あー取られた、今審判見てない、ちょっと今審判、チンパン見てませんでしたね、チンパン、あーパンチ開いた、これで矢がつかめ1個取り返す、ナックルパート入りましたよ。さあスローインになってしまうのか、雑なサッカー、あえてボールに触っていかない、すごいですね、オーバーヘッドで返していくあたりがいいですね。さあワンピーカーがセンタリング、あー膝蹴り、膝、今でも審判見てませんでしたね、審判見てないですね、ナイスな、膝が入ったんですけどね、ああ出た、袖車、あバレたバレた、袖車、そしてレッドカード、でも退場は名誉ですからね、ストリートファイターサッカー退場はこれいいですよ、退場は名誉ですから、投げへよより投げへよっていう、でも一人失いました、さあタイガニーが、あパンチ、見てない見てない見てない、あタイガニー開いた、見てた、
いやが5日目の時だけちゃんと見てる。さあこれで分かんなくなる。どこ出してったっていう。 あえて信号エアが5日目に球を渡して渡していく。そしてこれファール狙い、ファール狙い、ファール狙い、いい膝パンチ、あっやれよっていう。さあ残り30秒、残り30秒。さあフィールドにラフ、あっこれめちゃくちゃスライディング、パス回してシュート、てっぺんのキーパ ー素晴らしい GSG。 あーどうして、どこで、どこでもある地味に、これはフリーキック、フリーキック、あー普通にサッカーした、サッカーに帰ってきた。これで得点が初めて入ってしまった。さあ分からなくなってきた。あと 0.5 点欲しいですね。あと 0.5 点欲しいですね。あと左オーバーエイトつないでいく。さあ信号エアガイツ仮面に球を渡して、さあ攻撃、攻撃、あ見てない、審判見てない、いやーパチ、いいパチ開いた、いいパチ開いた、審判が見ていない。さあ残り10秒、残り10秒。さあスローイングからの、さあラストムーブ、ラストムーブ、慎吾が、慎吾が、いやーいい下げ、見てない、見てない、殴り合い見てない、見てない、あえて見ていない、ファールじゃないぞそれは。さあどうだ、あどうだ、勝ったのどっち。試合ではエアガイツ仮面が勝ってますが、3対、あ、同点か、あ同点だ。じゃあすいません、先にファウル取った方が勝利とさせていただきますので、再試合をお願いしたいと思います。じゃあ、はい、サドンデスに入ります。え、あ、ワンピーフリーじゃあ、じゃけんもいっ、あ、そうなんだ。じゃあ分かった、はい、分かった。じゃあじゃんけんしてサドンデス戦に入りたいと思います、はい。何やってんだっていうなんか すごい。じゃあちょっとリセットします、ね、一回リセットしますよ、はい、サッカーやれよっていう。じゃあサドンデス戦です。同点だったのでサドンデス、ね、先にファール、または点を取った方が勝利とさせていただきます。さあゴールデンファール方式が、ゴールデンファール方式が入りましたよ、はい、これぞストリートファイターサッカーであると。開幕要注意、ワンピー側信号不利。さあどうだ、開幕からタイガー2なのか、タイガー2が、いや、よけるよける、逃げていく、逃げていく、逃げていく、あー、いや、見てない、見てない、見てない、ああー、これで、慎吾が勝利ですね。慎吾勝利ですね。慎吾勝利、いやー、いい勝負でしたね、ありがとうございました。じゃあ次行くよ、むつみくんかな、むつみふわくですね。いや、むつみくんとふわく選手、いやー、これすごいよな。いやー、ゴールデンファール方式、最後のナイス2パット、ジャンボ鶴田もびっくりのタイガーに。で、ワンピー側むつみ、ツーピー側ふわく、じゃあ同じキャラは選ばないようにね、注意してください。さあストリートファイターサッカーはファールも点数になります。 0.5 点となっておりますんでね、結構審判に金を積むのも重要ですからね、重要ですからね、審判の見えてるところでタイガーに決めてくださいね。さあパス回し、ワンピー側むつみ、さあ、いい膝、これはいい膝、今入りましたね、ふわくまず先行しちゃいますね、点数いい膝が入ったぞ。さあパス回し、パス回し、おっとここがスローイングだ。さあふわくボール投げていく、なんとか自分の、ゴールの前に追いやりたいところ、お、避けていく、キャプテン翼ですね。さあどうだ、ボールが雑に動いていく、避けた避けた、ふわく避けた避けた、さあ避ける避ける、ふわくが避ける、ふわく避ける、あ、ダメだ、こかされた。そしてなぜか外に出すむつみ、まあ、相手に球を上げるために、上げるために、さあ、あ、いやー、危ないぞ、若林取ってますね。ちなみにあれ若林もパンチできるんでね、うん、さあオーバーヘッドに繋いでゴール前、いや、ここはふわくが取り返してパス回しをしっかりと回していく、回していく、さあ中央ライン、いい、あ、センターラインで、あ、パンチ、ワンパン、ワンパン、ワンパン入った、ワンパン入った、ワンパン入った、いいですね。さあこれで先制1点ですね、いいですね。さあむつみがボール回し、さあ相手のゴール前、さあ巧みにレバーさばき、しかしここはカメラを倒していく、残念、カメラ倒してもね点数にならないですからね、あっちの方が高いはずなんですね、あっちの方が高いはずなんですね、何百万、あいい、ナイス2、ナイス2、ナイス2入りました。まだ体調はされてないですね。おーっとオーバーエイト、ここでボールを出していくスタイル、体調は名誉ですからね、体調名誉ですよ、全然名誉ですからね。さあ雑なサッカーになってきたぞ、小学生の試合みたいになってきましたけど大丈夫でしょうか。さあ残り45秒、上位で時間稼ぎ、時間稼ぎ、あーっ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 、ごちゃ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 、危ない危ない、ゴール前、さあむつみ、いやここはふわくを取っていく、またもゴール前、あ、お前と、ラフプレーは B ボタンだぞ、ラフプレーは B ボタンだぞ、いや殴っていく、しかし審判見ていなかった。さあワンピーがむつみが
センタリングはダメだった。これ練習不足ですね、完全に。さあここでツーピカーが今度フワークパス回しから、あっとオーバーヘッド返して、オーバーヘッド、オーバーヘッド、オーバーヘッドで威力が増していくキャプテン翼の理論が今ここで発揮されていく。スカイラブなんちゃらも、スカイラブなんとかと同じですね。これはオーバーヘッド、オーバーヘッドでつないでいくスタイル、素晴らしい。これが世界のサッカーであると。あ、危ない。さあ一旦、さあこれやばいですね。残り8秒ということで時間をじっくりかけていくスタイルでしょうか。さあ残り5秒、残り5秒。さあフワクかムツミか、ファールが多いか、どっちだ。コーナーキック、コーナーですね。ラストムーブですよ、ラストムーブ、コーナーキック。はい、言った あるのか、なかった。なかった、ここで止めんのか。ロスタイムねえのかよ、ロスタイムねえんだ。さあ勝ったらどっちでしょうか。ロスタイムねえのか。さあ飛ばして、タイマー飛ばして、さあどうだ。ツーピン、フワク勝利、お見事。1対 0.5 ですね、不惑勝利、おめでとう。じゃあ上に行くよ、エンテイ君と、モサリ君ですかね。いやーすごいですね、このサッカーは雑ですね。 1P 側エンテイ、 2P 側が、モサリ君となっております。どうも先ほど 2P 有利じゃないかという話があったんですが、レバーを後ろに入れておけば、うん、なんとか避けられそうな感じしますね。さあどうなるんだ、どれが PL なんですかね。あ、これイタリアか。フランスが上か。さあこれリーダーがビカビカ光ってる。これいいっすよね。あのアイコンは、お、膝見てなかったですね。見てないですね。見てない見てない。サイレント膝ですね。あー取った。あー普通にサッカー。1対0。アピール投げ。投げ、アピール、アピール勢投げよ。アピール勢投げよ。さあ1点先取は、まずはワンピゴエンテ、これさあさりげなくサッカーをやっていく、危ない。ここはしっかりキャッチ、モサリ、川浜高校を使っているモサリとしては、そうですね、ライジングさんが泣きますね。これはイソップのためにも勝たなければならない。ああ、膝見てなかった、残念。さあここはまずは返していくキーパー、ワンピエンテボール、難しいところにパス回ししていくエンテ、おなんかサッカーやってる感じしますね。センタリング、おい正面、サッカーやってる若林、しっかりキャッチ。さあ斜め上から攻めていくのモサリ、 2P 側、さあセンターライン割って、おっとどこにヘディング、お客さんに今牙を向きましたね。お客さんしねえねと、ばかりにヘディングやってやるぞと、俺は客を爆破するんだと、客席に向けてのヘディングシュート、危ない。さあここはゴール前のごちゃごちゃ、危なかった。さあエンテボール、エンテボール、まだファールが出ていない感じがします。あー普通にサッカー、大丈夫、4回ファールすればまだ追いつくぞ。4回ファールで、4回、いや今の演出うっとうしいですね。4人ぶっ殺せばいいわけですね。そうですね。さあ2対0、2点ビハインド、ワンピーガーのエンテ、さあモーサル追いつきたいところ、4回タイガーに決めればいいだけですからね。さあどうなる、残り42秒。審判見てない、見てない見てない、さあ見てない見てない、あーパチパチパチ、パチ、さあ返していく。なんでこれ全員、全員サッカーみたいな。よっ、ここでダウンを奪っていくモサリ、あと3回、あと3回、スライディング、避ける。さあオーバーヘッドでスライディング、ゴール前、さあまだワンピーボール、さあ川浜高校、川浜高校取ったぞ。さあなぜか上げちゃった、ヘディング縦に、そして上から攻めていく。さあセンタリング、正面、いや斜め、いや返す、クリアしましたね。さあ時間がないぞ、14秒で3回ぶっ込む、あーいいざ、いいざ入りました、いいざ入ったけどノーカウント、ノーカン。さあいいパンチが見たいですね、いいパンチ、さあパンチパンチ、あーあいいですね、あー全然見てない、審判見てない、ぐちゃぐちゃ、全然見てない、これ得て金払ったな、 パチパチパチ、あれ積んだな、勝者得て、お見事、ビカビカしています。じゃあ微分と助っ人さん、はい、じゃあ微分選手対助っ人選手、同キャラは選ばないようにじゃんけんでうまく分けてください。いやーすごい膝が何度も入ってるんですけどね、あきら審判が見ていない。じゃあ 1P 側、助っ人選手、 2P 側が、微分さんとなっております。じゃあ、あクレジット入れてあげないとダメか、ごめんごめん、はいはい。いやストリートファイターサッカー始まりましたよ。
今年も開幕ということで。すごいですね、岡田君。まあ先に、ファールを、ファールを奪うと 0.5 点入るというルールになってますんでね。さあ、1P 側スケット、2P 側がビブン選手ですね。ビブンさんサッカーとか知ってるんですかね。あーっと膝、いきなり膝、さあシュート、ここはしっかり押さえていく。 2P 側のビブン知ってますかね、タイガーには知ってますから、ね、タイガーには大丈夫、もういいですね、大体みたいな感じで。さあ 1P 側、あ、パンチ、おっと、ここでまずはビブンが 0.5 点取っていく。さあ並んでる、並んでるぞ、おっとまた、あ、袖車出ましたね、これはすごい、袖車、まだ練習来ましたね、これ素晴らしい反則プレー、そして PK は取っていくそこは普通なんだ、そこはそこは普通そこ普通なんだ、正面なんだっていう、正面なんだ。さあどうだ、オーバーヘッドで繋いでいく。さあビブンさんが、いや、スケット取っていく。さあオートゴール前、ゴジャーだー、一点選手帳消し、タイガー2が消えた、ぐる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 、うざいですね、これで、うざったです、あーうざいって感じ、アッピール勢がね、本当にアッピール勢ですからね、すごいですよさあ仕切り直して、さあビブさんが雑なサッカー、いきなりパス、おお、パンチパンチ入った、ビブさん、そして審判にも、おーっと来たか、これ来たか、大丈夫です、あー出た、大丈夫です、これは長くてもいい、大丈夫は勲章です、転んだ、大丈夫、ウィニングランですよ、これ、ね、ウィニングランですから一人減ってるぞ、やばいやばい、審判タックル熱かったですね、熱ですね今のね、そこ攻撃するとこじゃねえからっていうね。さあビブさんパス回し、しかし点数を取っているのは助っ人選手、ワンピー側、さあ雑なサッカーですね、小学生でもこんなサッカー知れるぞっていう、ひどいですよ。さあここはコーナーからの、おっとセンタリング入らない、チャンスを生かせない。さあ助っ人、おっとパンチ、パンチ見てない見てない何やってんのお前らって、審判が本当に役立たない、あー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 、あー危ない、若林仕事する。さあここはビブンさんがパス回し、ね、パス上げちゃった、敵に球上げちゃった、もうビブンさんのボールボトルにどうしようって感じがいいですよ、いいですね、早く殴りてえんだ、早く殴りてえんだ、あ、殴った、しかし見てない脳幹ですね。さあここはボールが選手がいないところ捨てていくお前ら何やってんだ、ボール持ったらとりあえず前に出る、小学生サッカーがね、小学生サッカーが全員かける、全員サッカー、全員で、全員サッカーですね、やばいですね、やばいやばい、11人、11が集まってくるっていう、人の一つのボールにやばい、ハイザーが入ったボール取るんじゃなくてボール取れよさあどうだどうだ、蹴ろうとして完全に入ります、これは熱い試合です、あー 1.5 点ってことということで、ビブ勝利、お見事、いやー、熱い試合でしたね、素晴らしい、あー、お腹痛い、お腹痛い、ビブさんの点取る気がないのか、ね、点取る気がない、全くないっていう、パンチでこすってましたよね、パンチこすって、こすれよとなるさい、試合だよ、ベルトスクロールアクション的なね、ベルトスクロールアクションのごとく、ありましたね、今、ほんとサッカーやる気ないのがいいですね、これ。1P 側は鳴沢優衣、同級生通勢、そして 2P 側が高専寮となっております、はい、さあどっちが勝つんですかね、ファールが 0.5 点となりますんで、どんどんファールを狙っていきましょう。タイガーに袖車、パンチ、あと審判、チンパンアタック、そうですね、ありますね、いろいろありますからね、いろいろ使いこなしていってくださいね。さあキックオフ、 1P 側鳴沢優衣、 2P 側高専寮、さあ高専寮にボールが渡る、さあゴール前にボールを運び行きたい、パス回し、オーバーヘッドでのパス、さあゴール前、いやセンターに一回寄せるが、ここはスローイン、ユニフォーム見づらいですね、見づらいですね、保護色似てる、危ない、ここは沸かしますキャッチ、さあワンピーが鳴沢優衣の攻撃、ターン、おーパンチ、パンチ入った、どうかスライディングも、どうかさあヘッドでつないでゴール前、ごちゃごちゃ、あー残念、沸かします通りました。さあ高専寮ボール、さあゴール前にパス回ししていく、さあどこでパンチが出るのか、あ今結構ね審判完全見てたんで惜しかったですね、ファールチャンスでしたね今ね。さあワンピーがさあファールチャンス、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 さあ 2P 側ボール高専レオ繋いでいくがスライディング、しかし審判見ていない、さあボレーで返す、なんだその回しはで結局取られるっていうね、オーバーヘッドとスライディングしかしない、オーバーヘッドとスライディング、あ膝、あるぞ、ノーカン、さあ若林キャッチしていく、さあここでまだファールもないし点もないと、危ない危ない、さあ残り46秒、鳴沢優衣ボール、ターンが回ってこない、あ
いいパンチが入った。これで光線量が今ファウル取られた。光線量ですね。じゃあ光線量有利で、あ、何やってんだお前ら。パンチをしたかったけど、ひどいよみたいな。パンチをしたかったけど、あ、わー、袖車見てない、残念。見てない。審判見てないやつだった。残念、あの今大技だったんですけどね。大技決まりましたよね。大技だったんですけど、残念。審判がやばい、見ていない。金をつかませて、あー、普通にサッカー、光線量1点先取、 1.5 ですね、今これで 1.5 点となっております。いや、あー、開幕いざ蹴り入った。これ光線量相当有利な状況になっちゃいましたね。これさあ、ナルサイウェイ頑張れ。さあ、ワンピーがボールを回していく。さあ、画面上部から中央へ、あ、パンチ、残念、見てない。スライディング当たってない。あ、パンチ、殴り合い、追い打ちもしてましたね。追い打ちしましたね、今ズコって言いましたよね、今完全に今追い打ちしてて危ない。ここでゴールキック、時間がない、時間がないぞ、ナルサ、パチパチ、あー、袖車、ここで光線量か、見てくれ、あ、退場、あ、そして退場、名誉の退場、転んでいく、あれですね、ほら、なんで英雄の館にこのまま行くんでしょうね。銀のスプレーを、銀のスプレー、ブシュシュ、危ない危ない、フライングクロスショップしました、今フライングクロス、なんだ今の、どっからシュート打って、あ、何やってんの、何やってんの、そういうの、え、おいおいおい、今のムーブはサッカーじゃないだろ、なんだよあれは。さあ、おっと、押し込んだ、何やってん、何これ、ポロってんですか、これポロリがあるの、なんで手が入る、やおちょくさいですね、これやおちょくさい、キーパーが取ったで離してるっていう。さあ、これでちょっと待って、何今の、というわけで、あれですね、光線量勝利、お見事。何が起きたか分かんない、八百長疑惑が今完全な八百長、浜子フェア、いや、浜子さんとフェア、じゃあじゃんけんして席を決めてください。いや、あんな露骨な八百長なかなか見ないですね。やばいですね、露骨すぎて、露骨すぎる、声も出ないですよね、あんなのキーパーが取って後ろ向いてポロってボール入れるって、何やってんだよ、何やってんだよひどいな今の。はい、じゃあワンピン側フェア、ツーピン側浜子、じゃあ準備ができたら試合開始してくれ。ファールは 0.5 点となります。再三申し上げている通りファールは 0.5 点となります。どんどん対岸に決めていってください、よろしくお願いします。対岸にフレンククロスジョップ、スライディング、今確認されたら袖車、あと何でしょうかね、いろいろありますからね、使いこなしていきましょう。あとオーバーヘッド倒し込んでいく、あとパンチがありますね、ナックルパンド。さあ、ワンピン側フェア、ここはおお、ごちゃごちゃ、ここは浜子なんとかクリア。浜子のターンが続く、おっとスライディング、後ろからもう一度スライディング、さあフェアがボールをキープ、あっとボロリ、ここでスローイング、普通に試合をしようとしてたけどスローになっちゃう、はい、なんだよそれ、雑だ、ね、雑、世界戦でこれはないだろう。さあ、また出るんじゃねえのこれ、小学生か、あら、殴れ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 、さあスライディング、あ、殴った、ミッドノーカン、ノーカン、ゴールキック、ゴールキック、ここは浜子ボール、ゴールキックからボールは落下してオーバーヘッドでつないでいく。さあ、ワンピガー、フェアが返していく、オーバーヘッドでつだスライン多いぞ、何なんだ、多いぞスライン、なんだこれ、何なんだよそのムーブよ、現実のあり、あダウンダウンダウンした、浜子ターン49秒あるぞ、まだ雑すぎて笑える。さあ、浜子なんでダウン、何やんで、なんでそこ出すとこじゃないです。マジ。殴って。完全に殴った。殴ってましたね。殴って出す。キーパーどこ見てんだよ。なぜかあのボールを持ってる人以外が倒れ込んでいくっていう。さあ、フェアボール、フェアボール。さあ、そこだ。先にだ。さあ、ここは沸かしますね。取っていく。さあ、今度は 2P ボール、さあ、殺せ、いけいけ、殺せ、さあ、取った、正面、これガチ硬いね、キーパーね、このゲームやばいですね、ちょっと何やってんだ、今審判ですよ、審判アタックやってましたね、今。さあ、審判、ああ、審判倒れた、蹴り返った、蹴り返った、審判死んだ、審判死んだ、審判、審判、何でしょうか、審判が見切れてるよ、立てるのか、審判、大丈夫か、無法地帯だ、今、無法地帯、今ファウルしてもノーカットです、やばいやばい、今ファウルしても、立ち上がった、立ち上がった、パンチが入る、キックの後になんでみんな、さあ、これどっちなんですかね、どっちですかね、これはやばいぞ、どっちだ、どうだ、どうだ、じゃあサドンデス、サドンデスにやりたいと思います、サドンデス、じゃあ先にファウルしたか、ゴールデンファウル方式です、ゴールデンファウル方式ですね、先にファウルした方が勝利となります、いいですか、
ゴールデンワールド方式ですね。どちらが先にタイガー2位をね、技ありと判定されるかっていう話ですよね。開幕のタイガー2位ですね、これね。これ、2P有利。タイガーにパナス。勝者幅込みを。これがきついですね。ボール蹴った瞬間にドカって決まるタイガー2位。波動拳見てからタイガー2位みたいな。いやー、すごい。後ろ下がった方がいいね、ワンピが。笹塚と慎吾。沢塚君と慎吾、試合だよ。9発での無駄なやり込みによって開幕ファールが確定するっていう。開幕ファールが確定するっていう。ワンピーでいいんすか。ワンピー側笹塚、ツーピー側先ほど、野外つかめを破って上がってきた慎吾君となっております。1分30秒のこの戦いを制するのはどっちだということで、すごいサッカーですね。まさにタイガーショットですよ。いやー、サッカー面白いですね、これとね。雷獣シュートです、雷獣。おーっと、ダウン。おー、パンチ、パンチ入った。さあ、さすがやり込んでいる慎吾。まずはファール。すぐバーンナックルいきましたね、今。バーンナックル入りましたね。やばいですね。さあ、パス回ししていく慎吾。さあ、ワンピーが。オランダ上半身裸。なんか、フルチータがパン1に見えますね、これ。パン1ですよ。パン1、パン1チーム。なんか、危険なチームが来ましたね、これ。パッと見、裸の。あー、いいな、ダウンダウンしてる、ダウンしてる、ダウンしてる。大丈夫か。パン1だから、パン1、悶絶。パン1、悶絶。あー、いけない。ボールに行ってないっていう。やばい、仕上がってんだ、慎吾さん、やばいぞ。なんで慎吾が仕上がってる。絶対ボール見てねえもん。仕上がってる。やばいやばい。慎吾が仕上がってる。慎吾さん、やばい。完全に膝蹴りでしたね、今。やばいですね、これ、ちょっと。さあ、ここでゴールキック。別次元のサッカーを我々に見せている、慎吾。さあ、裸にボールが渡っていく。あー、いい膝。いい膝。背中にスパイク刺さってましたね、今。技あり。技あり。ボールを取ってしまったばかり。ああ、英雄の館へ行きます。ズケ。さあ、英雄の館へ。さあ、これで11対10ですね。そうですね。やばいですね、これ。さあ、裸。パン1、パン1、パン1、パン1。ああ、見逃さない。ここは見逃さなかったですね。ハイペースですね、慎吾さんがね。すいません、対空するのやめてもらっていいですか。対空はやめてください。オーバーヘッドに膝蹴り合わせた。空対空しましたね、今ね、完全に。オーバーヘッドに膝蹴り合わせた。ロケスピア見ました、ついに。ロケスピアが。オーバーヘッドに膝蹴り合わせた。いいな、笹塚さん今ボサッと汚ねーって言っちゃったよ。ズリーよっつって。汚ねーはいいな。完全にサッカーではないですよ、これ。あと笹塚さんもオーバーヘッドにオーバーヘッド合わせていこう。お前の対岸に空対空、空対空、お前ボール取れよとばかりにボール、パス回し、パス回ししていく。キーパー無敵ですからね。キーパー無敵ですからね。キーパーは選手殴れます。あ、ちょっとさあ、ヘディングで繋いでゴール前。さあ、ここはキャッチ。さあ、信号ボール。さあ、残り13秒スライディング。ちょっと信号ハットトリックがあるかもしれない。ハットトリックあるのか。ハットトリックあるのか。危ない。さあ、早いボール回し。さあ、ここはボール取る気がない。取る気ないですからね。早く来いよっていう。早く来いよ。おびき寄せて殴る。おびき寄せて。あー決定的瞬間。決定的瞬間が今収められましたね。 X面シリーズの最後のパッて打った時に。はい、慎吾勝利。2対0。いやー、すごい。やばいな、これ。このゲームはやばいわ。これはやばい。そして、ナルトガロボー。はい、じゃあ、ナルトガロボーお願いします。あれ、前回ってナルが勝ったんだっけ、このゲーム。ナルくんですよね。誰だっけ。あ、カナ、カナディだっけ。カナディさん勝ってんだ。カナディだ。じゃあ、ワンピーがガロボー、ツーピーがナル。あ、なるほどね。クソゲーを、ストリートファイターサッカー取れるかどうか注目。ワンピーがガロボー、ツーピーがナル。構成力は勝ってますからね、ナルくんも。ちょっとレオくんまだ勝ってますからね。さあ、頑張れガロボー。今日はね、随分1回戦負けが多いので、最近。そうですね、ちょっとね、ここで見せていかないと。さあ、ブラジル対ドイツと。お願いスライディングあるかもしれない。お願いタイガー2と。お願いタイガー2があるかもしれない。お願いパーティー。開幕。お、開幕。開幕。まずナルが見逃さない。弓を引くナックルパートでしたね、今。いいですね、ちょっとガロボさん隙があるところ。危ない危ない。あー、蹴って蹴って蹴って。さあ、ごちゃごちゃ。ここはガロボー取り返したいところ。ナルゴール。 2P 側。お、ナルが。ナルが。お、うまい。ナルがサッカーをさせてもらえなかった。パス回して、あっ、いった、ナルゴール。
れどうしたの。アピーテイクアピーテイクアピール勢、アピール勢がさあ 1.5 何周もしちゃうみたいな感じ。 1.5 ですね今これ。これなるが 1.5 対カラボーが0点となって、ああっいきなりのリーザー、ちょっとガロボ開幕甘いですね。開幕甘いですね。脇が甘いですね。脇が甘いですね。さあスライディングガロボボール、なるは狙ってますからね。完全狙ってますね。完全にちょっと隙をついてますね。さあここはワンピーガロボボール、ゴール前にボールを、さあガルボーが取ったところ、はい、マジマジ、あとこれはあとここは脳幹でしたね。脳幹です。いいダウン大内だったんでしたけどね。さあガルボーボール、ガルボってさあセンタリングゴール前、これはダメーキーパー強引にぬるいですね。ちょっとぬるい、サッカーがぬるいですね。さあナルボール、ゴール前に繋いでいく、さあ正面、ここはガルボー守る、ガルボーボール、センターライン終わってガルボーがゴール前、ダメ取られた、ダメで、さあ早いパス回し、さあおーとヘディングシュート、ここ入らなかった、危ない、あいやいや、おい何やってんだよ、ガルボーやってんだ、ガルボーさん、おいおい小学生サッカーかお前、あー危ない危なかった、オーバーヘッド、まるでキャプテン翼のようにオーバーヘッド合わせ、あパンチ、あこれは脳幹でしたね、見てない、脳幹でしたね、よパンチ返していく、あパンチ、バリバリパンチが通っていく、そうですね、差し合いがうまい性になるわね、あパンチ、普通にパンチして殴って奪ってましたね今、殴って奪る、ロシアの強盗のような今、殴ってボールを、恐ろしい、ドリブルをするためにパンチの修練をしなければいけない、やばいです、あーいざ、結局見てない見てない、見てない残念、いざが入る、アピールしてもっと、もっとアピって。なかなか技ありもらえないですね、ちょっと審判ちょっと辛いですね今日ね、辛いですね、あーい。危なかった危なかった、残り6秒、ガルボ死んだのかガルボザコシか、あー勝ったのはなる、お見事、ちょっとガルボさんボールの方に行き過ぎましたね、ボールの方にダメですね、ボール見るとダメなんですけどね、さすがですねなるはね、素晴らしいですね、素晴らしいですね、仕上がってますね、じゃあヒマジンと適当、はい、じゃあヒマジン君と適当君試合ですよ、いやーこれはでも熱いですねこのゲーム、熱いですね今の試合見るとやっぱり慎吾の試合がやばいのが、慎吾のあのカミソリのようなカミソリですね、完全に膝蹴りがね、誰だっけ、すごい、暇人と適当君ですね、いやー一瞬の隙も見逃さない慎吾のムーブ、ちょっと期待ですね、研ぎ澄まされた膝蹴りがね、あれはオーバーヘッドで膝蹴り合わせていく、やばいですね、空対空がまさか見れるとは思いませんでしたね、まさにストリートファイター、ストリートファイターロケッティア対空ですね、じゃあ 1P 側は適当、 2P 側は暇人、じゃあ試合の方同キャラ選ばないようにね、さあ頑張って、相手をファールでこかして、勝ってこいというようなストリートファイターサッカー、これ誰が作ったんだろうね、熊谷研究所の人たちかな、なんか僕の知り合いではないんですよね、ハットトリックヒーローね、タイトなんだけど、サラバさんとかカイドさん関わって、ああ開幕からここがまずはヒマジン、ヒマジン先生、ヒマジンが先制していく、さあ途中から見てくれた人、あーっと取り返す、ここで取り返す、取り返した、さすがダウンを奪いましたね、ファールが 0.5 点になってます、はい、じゃあ今 0.5 対 0.5 となっている状況でしょうか、さあ 1P 側適当がシュート、ここは取っていく、 2P 側ヒマジン沸かします、さあゴールからのパス、またゴール前へ、お前とカメラマンが死んだもうカメラマンは得点ならないです、ならないですからね、残念ですが、だいぶ高いカメラが刺さってますね、高いカメラ刺さってますね、死んでましたね、危ない危ない、これでアートあるのか、あるのか、なんだなんだ、いやいや、危ない危ない、キーパーチャージも辞さない、動きでしたね、あー取れない、これは普通に技術不足ですね、そうですね、ちょっとねパンチ力しか磨いてこなかった、パンチ力しか磨いて、お前とどこに打ってんだ、キーパーがなんかすごいガチでやる気ないですねこれこれ以上いけねえのかみたいな感じでそこ見えない壁がある、見えない壁があるっぽいですね、あさあ今度はヒマジンがパス回し、あー出ちゃったちょうどスローインが多くなってきました、ね、スローインが多くなって小学生みたいなサッカーになってきましたね、さあ今 0.5 対 0.5 積極的にタイガーに狙ってきたです、何やってんだ何やってんだ、ボールじゃなくてキーパーを殺しに行くっていう、キーパーにズササーみたいなズササーみたいな、キーパーは無敵ですからね、あーちょっと強いですね、さあパス回しがうまい、上げちゃった残念、さあ適当ボール、適当がパス回ししていく、オーバーヘッド、さあ今度はゴール前、あーシュート正面残念、おっと殴って奪うそして殴って奪う、審判見てない、殴って奪う、殴って奪うが審判見ていない、さあシュート、正面は入らない、あー審判が今
今画面外から審判が審判されたっていう。てめえちゃんと見てない。後ろから完全に倒れてますからね。審判今無法試合ですかね。あ、カメラマン。さあ犬神家になっていく審判。ちょっと審判早く復活しないと。審判復活しないとダメですねこれ。さあ今同点ですよね。残り6秒。おいおいで。さあドンデスになりそうな気がしてきた。さあスローイン。さあ同点の場合は、ああパンチ。見てない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 。ああ残念。この場合は最終試合あれですね、ゴールデンファール方式で。ゴールデンファール方式で。サドンデスとなります。さあ。じゃあじゃんけんを、はい、じゃんけんをしてワンピーツーピー、ワンピーツーピー決めてもらっていいですか。決めてもらう。はい。ワンピーでいいんですか。ワンピーでいいんですか。ツーピー有利ですよ。さあじゃあ行きますよ。じゃあ先にファールを取った方が勝利となります。いいですね。ワンピー側敵とツーピー側暇人、サドンデスマッチ。さあこれ開幕パナしていきたいですね。開幕ちょっと要注目ですね。要注目。開幕の一瞬で勝負がつく可能性があります。来ますからね。あ逃げた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 。さあ先にファールを取った方が勝利となります。これで相手ボールを取らせていく。そうですね。あスローインからの勝ち。スローインで取らせてのこれでこれでおっとお見合いしている。そしてシュート止めていく。これゴール無効ですか。ゴールデンファール方式はゴール無効ですか。あーあスローインに助けられましたね。あでも点数取ってもいいよ全然。先に点取っても勝利とさせていただきます。ボール取りに行けよもうやばいですね。対戦が進化しましたねこれ。ボールの周りに集まって戦う。さあコーナースローイン、相手にボールを取らせる方式。あーっと危ない。さあここでつっ、おいオブルー、あ、コーナーキック、なるほどなるほど。その手が危ない。出てきたぞ。打てどうする。オーバーエイト。あ、ここが正面か。さあ、今度は暇人ボールパスパスしていく。スライディング、あー、今、うまかったですね。同時にスライディングが、あ、オーバーエイト、上にスライディング、オーバーエイト。ここは 2P ボールへ。さあ、なんとしてでも先にファール、アート、スローイン、スローインで球を取らせていく。オーバーヘッドにちょっと空対空合わせたいところですね。そうですね。あーっとどうだ。あいやいやいや、これやばい、ボールが、あー今ワンピー大チャンスだったのに、テキト君。さあ、今危なかった、今危なかったですね、今。あー取られたぞ、テキト危ない、テキト危ない、危ない、ボールを持った、殴った、殴ったけど、ダメだ。あボール持ったの、なんで殴られてたら膝を押さえて抱え込んでんだ。あ見てない見てない、審判、スローインでしたね。助けられました。あーシュート。さあ残り30秒。さあどうなる。あ審判倒れてる、審判倒れてる、ビヨってた、ビヨってた。膝見てない、お前と返して、お前とどうなる。いけ、あーいけんのか、ダメだ。おっとこれキーパーいらないですねこれね。いらないですね。あとさあ適当ボールになります。あー返して、あー審判だ、見よってる。これはファールにならない。あーパンチ見てない、見てない、いいパンチだったけど審判見てない。あこれ審判殴るっていうのも手ですよね先に審判殺した方が勝ちみたいな。そうですね。あーこれは、あー見てない、なんであんないいキックを。これでまだ決着がつかない。なんだよちょっと、これで決着がつかない。じゃあもう一回やってください、お願いします。ちょっとこれはだいぶいいキック入ってたんですけどね。ねえ見てないんだもんね。見てないっていう、これさすが2回目は失格じゃない。失格で、これで決着つかない場合は両者失格とします。いいですか。さあこれはやばいですね。ボール回しするよりサッカーやった方がいいと思うぞ、うん、そっちの方がファール取る確率が高いと思う。さあこれでヒマジンがつないで、あいない、誰もいなかった。スローイン、スローインでマッピー側、いけんの、あ返して、あーよかったんですけどね今の、よかったのに、よかったけど見ていない。さあチャンス、ボールここでマッピーに回る、スライディング、ここでキーパーしっかりキャッチしていく、いい仕事しますね。さあここで適当ボール、お、なんかここいい。さあ今度は、あパンチ、見てない、見てない、いいパンチが入ったがここは見ていない。スローイング、行くと見せかけでパンチ、
さあここは正面からのシュートは入らないっぽいね、このゲームね。ちょっと崩してからじゃないと、センタリングで回してからじゃないとね。どこに打ってた、危ない危ない。さあワンピーカはどうなるんだ。さあ今度はセンターから、さあタイガニー、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 タイガージェノサイドっぽいのが来ましたね。タイガージェノサイドが今、あーあーっと、あ、見てないのか、見てないのかよ、見ててくれよ今の。あとスライディング、オーバーヘッド、あっ、パンチにキック、殴って、あっ、殴れ、殺せ、カメラマンも吸収していく。さあ、コーナーキック、パンチ、オブロード、痛烈なシュートでしたけど、あっ、つろい、あ、惜しい、惜しいってなんだ、惜しい。この審判、スローインだけは仕事するんですよね、仕事するんだよね。あ、コーナーでチャンスを作っていく。さあ、あるぞ、ね、これは。さあ、暇人の、センタリングラッシュと取られる。殴って、いけ、殴れ、殴って、殴れ、殴れ、半数以上倒れてる。なんで今おかしいだろう。3人が同時に倒れる。倒した、殺せ、殴って奪う。アピールが足んない。このままでは両者失格になってしまうぞ。あーどうだ、スライディングじゃないんです。なんでだよ、スライディングじゃダメ。なんでその4番へとキックすんだよ。なんでダメだ、時間がない、これで両者失格、これは決着がつかなかったということで、ありがとうございました。ふわくと日暮らし、はい、じゃあふわく選手と日暮らし選手お願いします。審判がダメでしたね、今の今回はちょっと審判運が悪いですね。試合自体良かったんですけど、やっぱちゃんと審判の位置も確認してファウルする慎吾の巧妙さですね。見てるとこでやるっていう。ワンピー側は日暮らし、ツーピー側は不枠、次からはサドンデス1回までですね。あ、そうですね、ちょっとね、はい、長いんで1回で終わらせましょう。はい、じゃあ日暮らし、オートを開幕、タイガーにここ入らなかった。さあワンピー側は日暮らしがボールを取る。さあ日暮らし選手、いきなりのファウル。さあまずは 2P 側、不枠が取っていく。あれ何でしたかね、ナクルパッドですかね。ちゃんとアピールうまいですね、うまいですね、アピっていくスタイルということで、技あり判定。さあここでゴール前、 1P 側日暮らしボール蹴ってセンターに返すが、お、いいパス回し、オーバーヘッド、しかし PK、 あ、キーパーしっかり取っていく。さあパス回し、オーバーヘッド、スライディング、雑なサッカーが続く、雑サッカーが続く。さあ相手を倒せば 0.5 ポイント。そうですね、積極的に狙っていきましょう。ファールが 0.5 ポイント。ああ、つないでいったが、オーバーヘッドからのオーバーヘッド、素晴らしい少林サッカーを見せていく。さあスローインだ、ほい、そしてフワグボール、お前ゴール前、ああ正面、いい膝入ったんですけどね。さあ今度は 2P が、さあパンチか、キックか、ヘディングボールを出していく。そして 1P 日暮らしボール、誰もいない、誰もいないっていうね。さあ 1P つないで日暮らし、ああ今いい、惜しい、膝入ったんですが、膝パンチ、ちょっとこれはあれスローイン、あ、殴ってスローイン、スローインが優先されましたね。そうなんだね、スローインが優先されちゃうんだね、パチパチ、殴り合いが2人殺したけど、完全に2人殺したけど、完全に殴ってますね、すごい。あれさあ審判見てるぞ、今アピールタイムだ、完全に殴り倒してましたよね、パンチパンチ左右にありましたね今ね。さあボールが、うわー、いい膝、見てない、なんでだよ、あんなに決まってるからなのに。そして 2B、 後ろから殴れ、あー、いい膝、見てない、膝いったんだよ、斜めに入ったんですけどね今、タイガーに顎割れてましたよね、顎割れました割れてたね、あれ、あー、ついにこれで同点。さあ並んだ、ヘディング、おー、ここでまさかの普通にサッカー、きれいに決めていった、これでファールプラス1点と 1.5 点となっている、不枠、残り16秒で、あーっと開幕、さらにこれは決勝点じゃないか、畳み込んだか、さらに畳み込む、タイガーに、おー、サイグルバー出ましたね、
これは大技に来ましたね。決まりますね。あと、退場ですね。ウィニングラン、ウィニングランですね。これで日暮が、15秒の間に、2人ぶっ殺さないと。そうですね、ちょっとだいぶ追い詰められましたね。これは大技決まりましたね。よかったよかった、ウィニングランでした。さあここで不枠時間稼ぎ。あ、でもタイム止まるんだね。止まりますね。なるほど。あ、膝蹴り、止まらない、お前と。そのままキーパーまでボールが繋がっちゃう。9秒の間にゴールできた。キーパーにタックル、審判チャージ、審判アタック取られた。さあこれは勝者フワク、お見事。いやというわけでフワクさんが、準決勝進出になりますね。はい、よーし、じゃあベスト8、じゃあエンテイとビブンお願いします。そうなんですよね、なぜか同キャラ戦しちゃうと協力プレイになってしまうので。あー、そうなんだ。そうなんですよ。よーし、じゃあ 1P 側エンテ、 2P 側、ビブンさんと。さあ、せっかくもらったチケットをハットトリックヒーローのために使っていく、全投入していく、はい、全投入ですね。はい、はい、さあ開幕スローインから。おいおい、危ない危ない、今 点入っちゃうところだった。なんか退場が出たらそれで勝ちとかでもいいかもしれないですね。なるほどね。退場勝利ね。退場勝利。あー、決めたー。何気にサッカーゲームがうまい。うまいですね。ってしっかりとお前と。さあ回るよ、くる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 。あー、もうぜアッピル勢がアッピルしていく。さあビブンさん危ないぞ、開幕が危ないぞ。あー、ここで決めた。開幕の膝蹴り。あー、返した返した、返していく。目には目を、膝には膝元、返していく。いける。この点取られた後に打たされた状態からスタートっていうのがね、ダメですね、これ。そうですね。あ、見てない、今のいいんだ、いい膝でしたけどね。走って走って、さあ走って走って、エンテボールをつないでゴール前。キーパーパンチ倒して、パンチパンチパンチ、今勝利拳やったよね、キーパー勝利拳。そうと、スライディング、焦がす。いい膝だったが、ここはスローインが優先されます。さあ、ワンピガはエンテ、球を取る、パスパス、このビカビカ光ってます、アイコンが光ってますよ、これ。あっ、おっと、キーパーいい仕事、沸かします、しっかり取っていく。さあ、センターに返していく、リブンボール、パスをつないで、あー、膝、リブンいけ、殺せ殺せ、膝蹴りだ。膝がちょっとあれですね、当たってないですね、ヒット、あの精度がちょっとあれですね。お前となんだ、エンテがうまい。エンテ審判に見えないように、なんか若干ちょっと、え、そうなの、こういうゲームだったのみたいな感が漂ってきましたけど。あれ、これ普通にサッカーゲームやってますけど。なんだ、あ、そして開幕のファール、ちゃんと奪っていく、取れるところは取っていくというダメ押し点。あ、ビブンさんの膝蹴りが入ってる時だけ見てないんですね、ほら。あー、ここちょっとちょっと審判が仕事してないですね、膝蹴り。ちゃんとあんなに綺麗に入ってるんですけどね。どこ見てるんだろう。あ、今審判、審判も今ダイビングしてた。マジ、あいつ何もないとこでこけてましたよ今。どうなってんだこのクソ審判。マジマジ、綺麗に入ってる、綺麗に入ってる。美しさは関係ないの。あーっと、やっとやっとやっと見てくれた、やっと見てくれましたね。私を見てと、俺を見ろと。ウィットリッツ、あー、いやいいよ、今見てるよ、今見てる。あ、なんでなんでこけ、なんでお前がダウンするんだ、なんでこけたんだよ。さあ、英雄の館に、あ、英雄の館へ。使えねえな、ほんと。俺、次回から英雄の館は勝利にしましょうね。次回からそうしましょう、これもう点差があっても確定で勝利、ええ、勝利。あっ、あー、大丈夫ですね。英雄の館はもう勝利に、はい、多分エンテ勝利でしょうね。そうですね、これね。はい、じゃあエンテ勝利、お見事。これ英雄の館いったらこの2点があっても勝ち負けなんですよね。負け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 です。いや、じゃあ次回から英雄の館方式で、そうですね、英雄の館ですね、ええ、じゃあ次浜光さんと高専レオ、
何気に浜子さんうまいですね。浜子さんうまいですね。さっき点差をあのファールで補って勝ってましたからね。力技でねじ伏せる。ねじ伏せる。文字通りねじ伏せる。ワンピーウィンって書いてあるのに。やっぱ勝ってるのが浜子さんって謎の。サッカーは腕力だよと。サッカーはパンチが重要であると。パンチが重要である。膝とパンチだと。いやーすごい。これがサッカーなのだよと言わんばかりの攻めでしたね。素晴らしい。ワンピーが高専領、ツーピーが浜子。さあ次回からはもう英雄の館は勝利とさせていただきますね。うわなんかどっちがどっちだか分かりづらいですね。ユニフォームがさあ高専領がパスを回して、あいやいや浜子がパスを回していく。さあゴール前、おお決めた、うめえ。高専領普通にサッカーがうまい。まず1対0。ただあこれはやばい。開幕中ですよ。開幕中、開幕中。取っていく高専領ダメ押して 1.5 点高専領。さあボールをパンチ、あいやスローインが優先されましたね。そうですね、だからおっと膝とナイスチーナイスパンチ審判見てない、見てない、見てたけど、あー見ている、ここ見ていく、これは 2P ボールだから高専領があれですね。高専領今2点ですね。おっと後ろからのパンチ、あーここも見ている、ここでファール。ああ、ユウの館へ。次回のルールだったらこの時点で浜子さん勝っているという。やばいですねこれ。まだあるよ。さあ、高専レオ君の方が退場した。レオ君ですか。君でした。ああ、点入った。これで1日。ちょっと分からなくなってきた。ジャンピングしてのアピール。さあ相手は英雄の館奥で知ってますからね。そうですね、ちょっとこれは。相当レオ君は点数重ねてんじゃないですかね。さあ高専レオにボールが渡った、ゴール前、いやここはキーパー、あーっと危ない危ない、何やって何あ、あえてコーナーキックで、あえてのさあうまいですね、ボールを今ね、椅子に投じる今のね、あーっとこれね勝利で返してあれを狙ったわけですね。あれですね、狙いましたね。なんだそれさあそれなんだよ、やばいあの球で巻き絵にしてきたやつを殴るっていう、そしてお前とあとスライディング、ここはキーパーしっかり通っていく浜子、いやどんどん戦う、あー見てる見てた、痛がってましたね、2人殺しましたね今、ダブル背中蹴られたのに膝押さえてうずくまってましたあいつら、どこに効くんですかね、どうなってんだ、あれこそツボ吐いたんですか、ツボツボさあナイス膝蹴り、高専領君強いですね。さあ浜子頑張れ、ボールはいらない、高専領君2人館送りもありますよ、ね、前代未聞、ああ浜子さん、浜子ファールを返していく、ここで膝蹴り、これは全く分からない、ボール点差がいくつあるんだ、まだ19秒ありますからね、あーどうなるか分からない、十分英雄送りありますよ、ありますよこれは、マジ入った、いる、ここでファールを重ねていく、ここで外出ししてさあスローイン、さあスローインからヘディング、パスが通らない、ゴール前、残念残り10秒、なんか微妙な点差になってきそうな気がしますが、どっちが勝ってるか、おお倒した倒した、リザルトがちょっと楽しみですね、楽しみです、さあゴール前、あーあるのか、ごちゃごちゃからの最後惜しい、ゲームセット、じゃあリザルト画面で確認しますかね、注目の、さあリザルトどっちだ、2対2、あ、同点ですね、同点ですね、じゃあサドンデス戦ですね、じゃんけんして席を決めてサドンデス、これで決着がつかないがあった場合は、その場で両者失格となりますさあ 2P が勝った、高専領が取っていく、無言で 2P 側を、うん、さあゴールデンファール方式、先にファール取ったら勝ちです、点数取っても勝ちです、いいですね、さあ注目の開幕、開幕の膝蹴りに注目ですねこれね、さあああ逃げた、決めた、高専でよかった、ここだやはり、いいポイントでしたね、ありがとうございました、じゃあ慎吾とガロ、あガロボじゃねえ、ナルだ、ナルじゃんけん勝った慎吾 2P に笑顔で、ちょっと今日慎吾仕上がってますねこのゲームね、仕上がってますね、いやだって慎吾さっき開幕タイガーに避けるの読みで待ってパンチしてましたからね、攻略が一周回ってるっていう、駆け引きすんなよって、甘かったですよ
いきなり試合始まるなりパンチするサッカーっていう。やばいですよ。さあここ注目。注目。おっとここは避けていく。さあ信号ボール。クレバーな立ち上がりでしたね。そうですね。まあお互い分かってる駆け引きでしたね。さあここは取らせて。おっ。ごちゃごちゃ。ナイスキャッチワンピー。なる。さあオーバーヘッドで繋いでいく。ゴール前。パスを。あ誰もいねえしみたいな。もうサッカーの先がない。俺はまだ生きてない。あいざい。ワンパン決めたからサッカーボールのとこに集まって決闘しようぜみたいな感じのなんだか分かんないゲームになってるっていう。すごいな。さあ次お2位が入った。見てないですね。しかしスライディング技ありもらえないですね。ヘディングなるボールボール前危なかった危なかった。ギリギリキャッチ信号。さあボールを出していくが あパンチ間違えた。なるですね。なるですね。なるのパンチが先制しましたね。なる先生リードを許した。さあここはライン際ほぼゴール前キャッチさあシンゴシンゴのこのシンゴの膝蹴り、ね、これね、膝蹴り見てないで仕事しろ。いい膝2回入ったんですけどね。さあなるが逃げる、なるが逃げる。さあここはキーパーにキャッチされてしまう。さあボール回しからさあシンゴボール、ここはキーパーなる。さあ返していくゴールキック。おー膝蹴りさすが研ぎ澄ました。タイガー2が入りましたよ。素晴らしいですね。しっかり見えてますね、うん、完全にクリーンヒットでしたねあれね。さあ慎吾がナルにボールを渡していく。どっちしてたぞ今さあどうなるんでしょうか。さあパチパチパチ、いけ流れ、オーブラブー、危ない危ない、ナイスキャッチ若島津。あパンチ、アンチしてるけど審判、審判が見てくれないですね。見てないですね。ちょっとあんなにいいストレート入ってるんですけどね。あんないいの入ってるんですけどね。相当いいストレート入ってますよねあれさあ信号ボール誘っている。信号なるにボールを取らせてからの、さあってさあこれはちょっとリザルトが気になるところですが、今同点じゃないかな。殴れ殴れお前と行け。さあどうでしょうか。1-1か、1-1どうでしょうかね。見てみましょうか。はい、さあどうだ、勝ったのどっち。おっ1-1同点。うわーあーこれは信号なる逃げれるんですかね。これ最初の駆け引き注目してくださいね。どうなんだ、あえて待つもあるからどうなるんだ読み合いですねこれね。読み合いですね完全に。ワンピー側なる積みが信号、あー逃げた逃げた、やっと開幕で決着がつかないと。さあナルが速い回し、あーぶらぶらぶら、カメラだった。あとはカメラ殺していく。いやーいやー見てない見てないかー、そこ危ない危ない危ない、そこ見てないかー。そうかそうか、いい膝でしたけどね。あーシンゴにボールが当たる、まだだ。さあワンピーがナル、あっ危ない危ない、さあおあっ通らない通らない通らない、オブラブラ。さあゴールキック、すげえこれヘディングいや今審判もヘディングしてましたけどどさっさに間に合えて審判俺もみたいな感じで俺もいいの入ってたのに。さあ敵がこれ、あーあーマジ殴れ、あー袖車は見てない、だよあの大技の報酬がなぜいない、なぜ見てないんだ。膝でスライディング、あいやーダメだ、あんなに大技が決まっていたの、あんな大技決まっていながら見てない、なんだよ審判見てばっかりだよ審判、膝蹴り、いけ殺せやばいサッカーやれよお前ら本当にたまにちゃんとサッカーが地味に上手い時があるのがやばいと思う、地味に上手い、さあお見合い、あー勝者信号お見事、あちゃあちゃ あ, あ な, なるか、あ信号だね、信号の顔面キック入りました、ね、今顔面今顎割れてました、顎割れました ね, ましたね完全に、いやーよく避けたね開幕バカの会話をしてるんだお前らじゃあエンテイと、あ違うか、あいいのか、エンテイと交戦だよ、これはやばい放置すると殴り合い始めたねこれね、面白い審判見てるっていう、あの出会い頭に膝が入るといいよねあれね、いいですねあれね取っ
った瞬間に画面外からタイガー兄が飛んでくるっていうね。さあストリートファイターカーニバル29日目51戦ハットトリックヒーロー準決勝第1試合ですからね。ああ開幕、いやレオ君やばいですね、仕上がってますね、持ってますね、仕上がってます。さあエンテイボール、でもエンテイスガンはあの普通にサッカーがうまいということでね。そうですね、ハットトリックヒーローができますね。まあでも構成力もサッカーうまいですから ね、 これね。そうですね、やっぱりどっちもうまくないとそうです、ね、ストリートファイターサッカーはやっぱり制することはできないのかなと。さあパンチパンチとりあえず殴り殺すっていう危ない危ない、殴ってボールを奪うのがいいよね。いいですよこれね、技術じゃねえんだ、殺してでも奪い取るっていう腕力がものを言う技術じゃねえんだみたいな、非常にマッドな世界が、マッドな世界ですね、マッドマックスサッカーですよ。入るの2人出るのは1人、出るの1人、サンダードームサッカー膝蹴り避けていく膝蹴りを避けるスキルが必要。おエンテーゴール、アピールアピール、ジャンピングアピール、今1対 0.5 ですね。いやでももう一回ね、別に膝蹴り決めれば、気をつけてね開幕アフターポイントがあるかもしれない。あーない。さあパス回し高専レオ、おーと後ろになんだよそれ、背中にボール当たって倒れるっていうそんなサッカーないだろ。さあエンテーがボールを取る、膝蹴り、膝で近づいてくる高専レオあ、あ、これはエンテイですね。これ1点差ですね。さあやばい、あーなんだそれ、あなんだよ今の、いい場所面、なんか貫通ショットみたいなの出しましたね今ね、来ましたね今パンチ、あ後ろから地味になんであれ見てねえんだよ、あれ見ないって何、膝どこ見てんだよ、膝で近い、あ球くれた、さあこれね、さあ高専レオボールとなっていく、あエンテイ取れない、取った返していく、膝蹴りは一瞬早かったか。さあエンテイボール、さあ上手なパス回しから、行く、これでここはナイスキャッチ、あーあー2人まとめて、2人まとめて吹っ飛ばしましたね、エンテイの膝蹴りが入った、これはエンテイリード、リードを広げていきますね、高専レオこれ後はないぞ、膝蹴りが今の判定の先ギリギリ当てる感じの、そうですね、ちょ持続を当てましたね、持続当てました、ね、あのリープの下り部分ですね、有利を取っていく、有利を取っていく感じ、高抑線繋がっちゃう感じでしたね、今ね、さあ狙ってるぞ、ああうまい、あとうまいけどチンパンジー、ああパチパチ、どちらやっと通りましたね、通りましたね、英雄の館へ、英雄の館へ、次回のルールだとこれで、俺でも高専レオ勝ってたんですけどね、高専レオくんちょっと英雄の館に毎回送ってるような気もしますけど非常にハイペースで送ってますけども、送りすぎ、さあここはボレーで繋いでいくがしっかりキャッチ、エンテは普通に、おっとこれじゃあリザルトちょっと確認しましょうか、どうなるんでしょうかね、これはどっちだ、英雄の館もありましたからね、1.5 対1.5 対2ってことで、エンテイ勝利、お見事、惜しい、いや素晴らしい戦いでした、熱い試合でしたね。じゃあエンテイ選手は決勝進出です。じゃあ慎吾と、フワクさんですね、フワクさん、はい、とかフワクさん1個またツッピー取ってんのかあいつ、いやすげえな、準決勝第2試合、ワンピーがフワク、ツーピー側が慎吾、ああ面白かった、いやさあ準決勝第2試合ですよ、また熱い試合がね、ちょっと今日はあの慎吾結構ね仕上がってますね、そうですいきなりいきなりパンチ一直線に走ってんだよ殴りつけやばいですね、おっとシュート、あれ慎吾殺意が違いますね、違いますね、さあ 2P 側の慎吾がボールを持っている状況、さあゴール前パスをつないでいくが、キーパーキャッチ、不惑のボールへ、おーパンチ、あお、いやー研ぎ澄ましてパンチしてますね、いやー慎吾隙を見逃してちゃんとごちゃ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 、もうボール取らない膝蹴り取ったところをさあひたすらファイナルバイトかも取らない、慎吾は取らない、パンチパンチファイナルファイトでしたね今、ダブルドラゴンかハットトリックヒーローかみたいな、いやーやばいわこのゲーム、待って膝ボレー
そしてシンゴのパンチ見てない見てないボール持ってる人を殴りに行ってるっていう。そうですね、とんでもないもん。さあパスを回していくパスロイエまさにデンジャラスシンゴ。デンジャラスシンゴ、デンジャラスシンゴそう、ボールを持たせてからのあーやられてしまう。ナイスファール、カウンターが入った。今の良かったですね。良かったですね、今ね。さあ、ここでオーバーヘッド、しっかりキャッチ、フワク、さあ、返して。さあ、ここへ、ワンピーガーはフワクが取ったところに、ボレーをつなぐ、正面。第2は、シンゴボール。スライディング、迷惑かって、お前らはっていうね。スライディング舞台ですよ。迷惑スライディング舞台が。なんだよ、舞台って。バカだよね。サッカーだろっていうね。スライディングしかしねえのかよっていうね。あぶねあぶね。さあここ今重要でしたね。取れなかった。取るのか取らないのか。待ってたまった。うわ空対空。空対空返しましたね。返していく。やっぱサブスピで鍛えた空対空出ましたね。出ましたね今パンチですよパンチ。パンチ対空落とす。おっとここはシュートは入らなかった。膝蹴りボレーオーバーヘッドで繋ぐワンピーがフワク膝蹴りパンチで返した。いいですね対空。あーどうでしょうかねこれちょっとリザルトで確認したいと思います。さあさあフワクも追い上げた。あーシンゴ勝利お見事 0.5 点差でした。いやー素晴らしい試合だ。最後の試合ですね。頑張った。スーパーストリートファイターカーニバル第51戦ストリートファイターサッカー大会決勝戦始めたいと思います。じゃあエンテとシンゴ、またシンゴ2ピート。ああキャラが被ってアルゼンチン使いたい。強キャラアルゼンチン、こだわりのアルゼンチンと。ああなるほどね、キャラを譲って 2P を。でもね膝蹴りとパンチやってる分にはなんかキャラさ関係ないように見えますけどね。どうなんでしょうか。あるかもしれないですねアルゼンチンに。膝蹴り技変えてほしいよねこれ ねチームごとにね。あーっといきなりまずはパンチ、まずはパンチ、シンゴがで、ああここでそして膝蹴りハイペースだぞ。ハイペースにファウル奪っていく。もう2点取ったのか。膝蹴り返していく。もう2点やばいぞ。さあシンゴがパンチ、シンゴ、シンゴ無双すごいですね。あ早い早い相当開始9秒で A の館送り、もう夏に告白成功ぐらいのペースですよ。ウイニングランとんでもないですよこれさあこんな圧倒的なサッカーがあるのか。圧倒的すぎるシンゴ普通にサッカーをやるエンテ。さあでもエンテさんもねサッカー上手いですからね。頑張ってほしいですね。これエンテさんゴールを取ったとしてもまだ 0.5 点負けてますからね。そうですね、サッカーやらない方が強いっていうさあここでパンチで倒していく。もう完全にスローインしか狙ってねえな。そうですね。さあちゃんと避けていく。避けましたね今。さあエンテボール、ね、斜め下からセンタリング、そしてオーバーヘッド、ここは取っていく。さあシーンを返してやり返していく。オーバーヘッドからオーバーヘッドへ。そうなるべく自分は球を持たない、持たないようにする、持った瞬間膝ですからね。あ一瞬の隙がついた。今すごいですね先読みでパンチボールに目がいってるところをちゃんと、ね、殴っていきましたよね今。さあエンテ逃げる逃げる誰かダウンしてるぞ。さあ開幕、さあここはオーバーヘッド、さあここはシンゴにボールが渡るか。 いらないボールはいらない。さあボールはいらないよと。実はシンゴストリートファイターカーニバル今回優勝ないですからね、まだ。ああそうなんだ、なるほどね、じゃあこれ取りたいですね。これ取りたいですシンゴのパンチ、シンゴのスライディング、シンゴのタイガーニーが火を引くか。あさあここ、ああ何やってんの、なんであいつ審判がくる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 回ってこけましたよくるくるくるパターンって倒れましたね。何やってんだお前。さあ 2P 側ボールじっくり待ってる。さあ残り20秒、さあ、エンテボール、膝蹴り、ここは見てなかった。審判見てるか、審判見てるか、見てるか、大丈夫か。さあ、ゴール前へシュート、ここ入らなかった。シンゴボール、ラインを割っていく。ゲームは細かいゲームだよね、本当ね。そうですね、結構。はい、シュート、危ない危ない、あー、ゴール残り5秒で、どうなる、これは。どこまで点を重ねられるか。この後、注目ですよ。注目、開幕、注目よ、開幕。エンテ攻める、スライディング避けた、避けた。さあここでボアス割ってしまってスローイン、残り2秒、2秒で何ができるか、あるのか、スローインかな。あーここで止まっちゃうんだ。じゃあ判定に入りたいと思います。勝ったのはどっちだ、エンテかシンゴか。シンゴ開幕、あシンゴ勝利。
優勝はシンゴ、おめでとう。点取っても勝てないのがストリートファイターサッカーでございます。ありがとうございました。無視ですからね。いやー、今日のシンゴはカミソリのような強さがありましたね。じゃあ放送席、放送席、ヒーローインタビュー、ああ持ってるか。はい、じゃあ優勝した慎吾です。みんな拍手、ありがとうございます。ありがとうございます。どうした今日の戦い振り返って。そうですね、このゲームボールを見ちゃいけないですね。ボールを見るなと。あのボール持ってる人にみんなあのラフプレーしに行きたいんですけど、はいはい、ボール持ってないプレイヤーにもラフプレーはできるんですよ。なるほどね。審判の前にいるプレイヤーをもう積極的に潰しに行くっていうので。ああ、そういう攻略が。あと開幕 2P 有利とされてたんですが、どうですかね。 あれはもう開幕 2P 有利なんですけど、ボール持ってる方にみんなタックルいっちゃうんで。あ、なるほど。僕はボール持ってない最初に蹴り出した方が殴りに行く。殴りに行くという。なるほどね。その辺の駆け引きが重要になっていくと、ね、じゃあデンジャラスサッカーを極めし信号みたいな感じで。ソーダ君と呼んでください。カミソリ信号ついにバクター。カミソリ信号ついに現るということでね。まあね、あの今回ストリートファイターカーニバル初の優勝。初優勝ですね。98も逃してサードも逃して。98サード逃してしまっていると。まあ、そういった意味で思い出のタイトルになったんじゃないでしょうかね。本当いいゲームですこれは。いいゲーム、なるほどね。わかりました。じゃあ世界大会待ったなしということで。ありますねこれはね、ワールドカップ目指して。ワールドカップ目指して頑張ってください。じゃあストリートファイターサッカーを優勝したシンゴにみんな大きな拍手を。おめでとうございました。いやー、長丁場になってしまいましたが、結構盛り上がってよかったよかった。無事に終わりましたね。スーパーストリートファイターカーニバルは平日水曜日以外毎日、12月の第1週までね、ニッチな格闘ゲームで大会を行い、ポイントランキングを競い合うという、変則ランキングバトルとなっております。明日8時より、バーチャファイター3オン、バーチャファイター 3TV ランダム2オン2、そしてソウルキャリバー3の大会が、種目として行われます。そして来週の月曜日はギャルズパニック S2、カイザーナックル、そして来週の火曜日、12月1日、デイトライン USA、 そして3日、最終週、3日なんでガロー3と鉄拳3、12月の4日最終、日ですね。こちらはガロー伝説スペシャルのランダム2オン2とモエロプロ野球ホームラン競争大会となっております。モエロプロ野球の方は打ったホームランの本数がそのままポイントランキングに加算されるという特別ルールとなっておりますので、はい、どうかねここで逆転できるように皆さん頑張ってください。なんかなるほどザワールドぐらい雑なですね。最後に20発ぐらいホームラン打たれたらそれが丸ごと点数になっちゃうというね。一発逆転チャンスとなってますんでね、あと1週間とプラス1日頑張っていきたいかなと思っております。はい、はい、というわけでございまして、あとちょっと宣伝なんですけど、12月2日の水曜日、池田ミノロックのそんな感じでお願いします。はい、ゲストミカド勢とさせていただいておりますんで、はいはいはい、10人ぐらいちょっとミカドの精鋭を集めてましょう。よろしくお願いします。みんなでベストバウトを振り返るみたいな、ね、いいですね。なんかそんなような配信にしたいかなと思う。来週の水曜日2日なんだって空いてんの、うん、12月2日、9時半より、池田ミノロックのそんな感じでお願いします。第21回目、ゲストはミカド勢となりそうなので、皆さんどうかご期待ください。はい、まあ、酔っ払ってワイワイガイガイ居酒屋配信みたいな感じ で、はい、楽しみたいかなと思っております。よかったら16ショットまでね、皆さん飲みに来てくれればその場で、ね、観覧できるんでよろしくお願いします。はい、というわけでございまして、本日も平日ながら多数のご参加誠にありがとうございました。スーパーストリートファイターカーニバル第51戦、ハトトリックヒーロー、いやストリートファイターサッカー大会以上終了。ありがとうございました。よ、これね、シングル稼働させるつもりなんでね、よかったら今度は遊んであげてください。よろしくお願いします。